皆さんこんにちは、任天堂の岩田です。本日は来月11月8日発売の飛び出せ動物の森の魅力を少し詳しくお伝えできるよう、このタイトルに特化したダイレクトという形で皆さんにお届けしたいと思います。動物の森は現実と同じ時間が流れる動物たちの村で、のんびりとした生活を送ることができるゲームです。動物たちとお話ししたり、釣りをしたり、お部屋に家具を置いたり、何をするかはプレイヤーの自由です。ゴールやストーリーなど決められた目的や結末はありませんので、自分のペースとスタイルで楽しんでいただけると思います。シリーズ6作目となる本作では、新しく村長になって村づくり、すなわち様々なアイテムや施設を設置したり、自分のプレイスタイルに合わせた条例を決めることなど、自分だけの村を作り上げることができるようになりました。このほか外観にこだわったマイホームを作ったり、好きなデザインの洋服を着ることもできるなど、今まで以上に自分だけの個性的な暮らしを楽しむことができるようになりました。本日は飛び出せ動物の森の魅力を詳しくご紹介するため、開発スタッフから内容を直接ご紹介させていただきたいと思います。ご覧ください。こんにちは、飛び出せ動物の森プロデューサーの江口です。今回はこの動物の森ダイレクトで本作の見どころについて開発スタッフの皆さんと一緒に紹介していきたいと思います。それでは簡単に自己紹介の方をお願いします。ディレクターの京岡彩です。よろしくお願いします。同じくディレクターの諸勲です。よろしくお願いします。ランナーの保坂ありさです。よろしくお願いします。では今日は、京極さんにプレイをしてもらいながら、みんなでそれを見ながらいろいろお話をしていきたいと思います。じゃあ今日は私のホタテ村を皆さんに見ていただこうと思います。たくさん花咲いて、花咲いてるし橋もできてるし家の前に家の前ばっかり、めちゃめちゃ綺麗に整えてあるな。ちょっと花が枯れてるので水やりをします。今回こう水をやった花からあのキラキラっとしたエフェクトが出るようにしたので、このどの花に水をやったかやってないかっていうのが、まあ、よく見ると分かるようになってます。今歩いたところにあのモコモコモコってしてつながってたやつ、あれも新しいんだよね。そうですね、これはあの今回新しい低木と、まあ、開発者内では呼んでますけども、まあ、茂みみたいな低い植物になってますね。あ、ちょっと道があ道これはマイデザインで書いた字を貼ってるんですね。それ何、作りかけなわけですちょっとここを通ってもらいたくて。しかも道ってちょっと結構うまく書いてあるここはキャンプ場なんですけど、キャンプ場も公共事業で作ったものなんですけど、今はちょっと誰も来てないんですけど、たまにこのキャンプ場があると、その自分の村に住んでない住民がキャンプテント張りに来たりすることがあります。動物がねこの村に遊びに来るんで、はい、ここが村のリサイクルショップのアルパーカーズです。あの夫婦がアルパカなのでダジャレでついた店の名前です。アルパーカーズではこうやってさっき手に入れたものを買い取ってもらえるんですけど、今まではシリーズはずっとたぬきちが買い取りをしてくれたんですけども、今回はこのリサイクルショップのリサちゃんが買い取りをしてくれます。あとここのお店はあれだよね、買い取りだけじゃなくてもっと他にもいろんな役割があるよね。ここに並んでるように、あの、まあ、委託販売と言ってるんですけども、自分があんまりいらなくなった家具とかをここにいくらで売るっていうふうに展示して、で例えばよその村から遊びに来た友達に買ってもらうとか、時々動物たちが買っていったりとか、ね、っていうことをしてくれます。自
自分で、出品したものを動物たちが、これ買おうかなどうしようかなって悩んでる時に買いなよって言って買わせることも買ってもらうね買っていただくことも可能ですね。気になってるらしいので進めてみます。そう、これ断られることもあって、もうちょっと考えるよってなんでだよみたいな。わざと高い値段つけて置いとくみたいなこともできるんですよね。そうそう、動物たちからプレゼントでもらったものでいらないものはここに売りつつひどい。これは私の家になります。今回はあの壁掛けの家具とかがあって、あの壁の左にかかってる葉っぱと、あとこの壁にかかってるのはあのミュージックなんですけど、ミュージックは、はい、今回全曲こういう風にジャケットのアイテムになってて、まあ、床に置いたり壁に飾ったりとか楽しむことができます。ちょっと2階は趣味の部屋です。このベンチと時計も公共事業で置いたものです。組み合わせて置いてもらうといい感じにアレンジできていいですね。ここは役場です。何か試しに公共事業やってみましょうか。村長さんの椅子に座ると公共事業とかができるんでね。場所が難しいって話がありましたけど、道を撤去することもできるようになってます。まあ、あの一部撤去できないものもあるんですけどね。ポピアリー、これ可愛いですね。それいいじゃん。チューリップはちょっと丸いのにします。却下しょうがない、京極さんの村だから。ここもやっぱそのセンスというか、その好みというか個性ですね、現れるところですね。何を作るか決めると、じゃあどこへ作るか決めましょうって言って、しずちゃんと一緒に場所を探しに行くということになりますね。ちょっとこの辺を公園風にしたいなと思ってるんで、この辺りでどうでしょう。ここにします。そのうちこの辺に遊具とかも作ろうと思ってんの？作りたいんです。あ、出た埴輪くん。カンパですよ、カンパ。募金と見てください。カンパって言ってますね。しずちゃんがカンパって言ってます。公共事業はあのこういう感じで埴輪くんが募金集めてくれます。全額村長のポケットマネーでやってもいいんですけども、まあ、さっきもありましたように他のプレイヤーであったりとか、他の村から来た人とか。9万3000ドル。ちょっと今日は余裕があるので多めに寄付しておきました。今回こう新アイテムのメガホンっていうのがこれなんですけど、これは音声認識を使って村の中にいる NPC を呼びかけることができます。くるぶし。ああ、地の方にいるんですね。吹き出しが出た方向にいるっていうことになってます、うん、いたこうやってそこを探すことができるんで、ちょっと動物にね、なんか頼まれごとでなんか渡してきてとか呼んできてとか言われた時に、ね、メガホンがあると便利だよね。ちょっと村も一周したので商店街に遊びに行ってみます。今回は主要な施設をこの商店街っていう場所に全て集めることで、まあ、一箇所で行き来がしやすいような形になっています。お店は今まではずっとタヌキチが切り盛りしていたんですけども、今回は弟子のマメキチとツブキチが切り盛りしています。ツブキチとマメキチが日替わりで店番をしてくれてます。
日はマメキチですね。なんで日替わりなの？日替わり知らないですけど日替わりって言ってるんで彼らがコンビニはシフトでこう昼と夜で分かれてたりスーパーは日替わりだったりとか水木土は僕ですって言ってるんでなんか事情があるんですかね。オフの時は何してるんだろうね。何ですかね。これは新しくその壁にかけられるアイテムでこういう風に売ってます。今これ日付が今日は10月5日だからそうですね月末のハロウィンに備えてこういうグッズ売ってるんだね、はい、以前はあの靴磨きをしていたシャンクなんですけども今回はこうやってお店を構えることになりました。大出世です ね靴だけじゃなくて靴下も靴が前回は靴磨きをして色を変えてくれるだけだったんですけども今回はもう一つのアイテムとして靴を売ってくれるようになってます。こういうローファーみたいなのからの長靴とかブーツもいろいろ売ってるので足元も結構いろいろおしゃれができます。そうですね。そして手前側にはあの靴下もありますね。でも靴下はさすがに試着はできないです。させてくれないですね。そうなんだ。ここが博物館になります。相変わらずフータは寝てますね。昼なんでもう2階がオープンしてるじゃないですか、はい、この2階も今回公共事業で作ることができるんですけど今回は2階はこういう風なミュージアムショップをフーコがやってます。このポスターとか売り物なんですけどあとこの4つあるのが企画展示室といってあの自分が好きなように展示ができます。私もちょっといろいろやってましてこれは埴輪の絵が描いてる、はい、私の埴輪展です。マイデザインをこうやって貼って看板にすることもできるんですね、はい、これはアイラブ寿司店ですちょっと見にくいけどアイハート寿司って書いてるんですね。あっちの埴輪は京子さん描いたんです描いた可愛いです。ちょっとでもまだ方向性を決めかねてるのでとりあえず置いただけの3口目ですね。埴輪倉庫状態です。いろんなアイデア次第で見応えのある展示室が作れるよ ね、はい、あの通信で遊びに来た人にちょっと見てってよみたいなアレンジをぜひ作ってほしいです。こういう風にこれかなりこだわりですね。寿司ネタの魚を飾ってます。さっき船釣ったんですけど船寿司ちょっと微妙やけど持ち物いっぱいやからもう飾っていきます。水槽のはずなのにイケスに見えてくるのはもうこの展示のせいでしょうかね。一応なんかあの上にテレビ置いてあるよ棚の上にお店っぽい。あの定食屋のテレビっていう新しい家具です。これですね。あ、位置変わった。もういいや。これは不動産屋です、さんですね、うん、こういう感じであの家のパーツをそれぞれ売ってて、まあ、自分の家の外観をリフォームすることができたり、タヌキチに話しかけると増築を相談することもできます。生ではあのタヌキチに増築してもらう時もこうほとんど一本道だったと思うんですけども今回はどこに部屋を増やしたいのかとか、うん、どの部屋を大きくしたいのみたいなのをあの、まあ、少し進んでからではあるんですけどもあの自由に選べるようになってます。ちょっとじゃあせっかくなんでも地下室が欲しかったのでクラブ師匠ですか、はい、まだ開いてないかな。開いてた。これも新しい施設であの過去作を遊んでくださっていた方なら覚えてたらいいんですけどの師匠というお笑い芸人が今回は引退しましてこういうクラブを経営しています。Yeah, I don't know.
差し入れをするとこうやってネタを見せてくれるんですね。このネタはもうどれを撮っても秀逸で僕はもういつも吹き出してしまうんですけど笑うもんかと思ってるんだけど笑っちゃ うんですよね。でこうやってリアクションを教えてもらえると下画面にこうネタ帳が、はい、結構いろいろ今覚えた表情わかんないから見えないよ。そのメガネを外さなきゃわからない。なんとなく雰囲気でメガネも買ったし新しいリアクションも手に入れたのでちょっと写真を撮っておきます。これはあのソパカ村民パスカードといって、まあ、身分証明書みたいなのがあるんですけどもそこに貼る写真を撮るっていうのがこのそうですね、大体3、2、1の1ぐらいでリアクションを再生するとちょうどいい感じで撮れますね。この長さはリアクションによって違うのでそのあたり自分でああいいですねタイミングを見つけてもらえれば すっごい顔だないいですね。こんにちは、飛び出せ動物の森デザインリーダーの高橋です。このコーナーでは新しく登場する家具のリメイクについてゲームをプレイしながらご紹介したいと思います。今作では家具の柄や色を自分好みにリメイクすることができます。それができるのはこの R パーカーズです。それでは入ってみます。こちらがリサさんです。でここのエリアはリサイクルができるんですけれども自分で家具の値段をつけてここに売りに出したりすることができます。で奥にいるのが海蔵くんです。話しかけます。今回はソファーをリメイクしてもらおうと思います。よいしょ。木目の色はダークブラウンにします。布地は海蔵くんのおすすめでいこうと思いますが、いろいろあるんですけれどもスクエアにしようと思います。はい、お願いします。30分ぐらいで出来上がります。で実際にリメイクしてもらう家具がこちらなんですけれども、この手すりとか土台の部分の木材がダークブラウンになって、この実際に座るところ背もたれ部分の布地がスクエアという柄に変わるというリメイクになります。じゃあ30分時間を潰していきます。はい、では、30分経ちましたので店に戻ってみたいと思います。だいぶ見た目がすっきり変わりまして、こんな家具にリメイクされました。だいぶシックな感じになりましたね。家具の色を変えるだけで、こんなにも雰囲気を変えることができます。さらに、マイデザインを使って色だけでなく自分の好きな絵柄にすることでオリジナルの家具を作ることもできます。それでは実際に、作ってみたいと思います。不動産屋のたぬきちの顔を描こうと思います。まずはざっくりとたぬきちの顔のラインを描いていこうと思います。本当にざっくりと、後で細かいところは整えていくのでざっくりと描いていきます。塗りつぶしでも描くことができます。
とペンの細さだったりもいろいろ変えれます。でちょっとタヌキチにしては色が暗いんで色を変えようと思うんですけれども、今回は固定のパレットではなくてそれぞれの色を、変えることができます。このボタンを押すと、色が選べるんですけれども、でタヌキチこれぐらいかなと、はい、で自由にパレットの構成を決めることができるので、より幅広く描けるかなと思います。ざっくりと描きます、大きくしながら描いた方が描きやすい時もあります。大体こんなもんで、だんだんとタヌキチっぽくなってきました。あとは口の先っぽを、はい、でこれで大体全体的に見えたので、ここからちょっと細かく形を整えます。左右同じような形で整えていきます。マス目の数をこう数えていくと、整えやすいと思います。ちょっと地道な作業なんですけど、間に色を入れていくと少し滑らかになっていきます。目がちょっと細いので、ちょっと太めに、だいたいこんな感じで完成としたいと思います。じゃあこのデザインの柄を、家具に使ってみようと思います。できてるでしょうか。あ、バッチリできてます。この座る布地の部分がバッチリタヌキチの顔になりました。だいぶファンシーな感じに出来上がりました。じゃあ持って帰って家に飾ろうと思います。出来上がりまして配置もできました。実は他の家具も全てタヌキチにしてあります。で壁紙にもマイデザインを利用することができますので、統一感を持った部屋っていうのもマイデザインを使うことで作ることができます。マイデザインは、QR コードにすることで、他の人にも配ったりすることができます。このように、マイデザインでいろんな家具にすることができますので、皆さん、いろんな家具を作って、家具のレイアウト楽しんでください。じゃあちょっと奥の住宅展示場の方に行ってみましょうかね。はい、すれ違い通信でそのすれ違った人の家がモデルハウスとして並ぶ場所になっています。これすれ違った人たちですか。そうですね、これエグリンさんですね。いつの間にすれ違ったんだろうな。これは高橋さんですね。ソフトクリーム持ってるよ。そうですね、これあのすれ違った回数に応じて風船とかソフトクリームとか風車とかいろいろすれ違った人が持ってこうやってもらうことができます。食べてしまいますすぐ食べた。1ブロックあたり、16軒の家が展示されまして、まあ、3つ合わせて48軒の家が並ぶことになります。家だけじゃなくて家の持ち主の人のこうキャラクターもうろうろしてる ね。これがこの二つ村のみかんさん、餃子が食べたい。カザゴルマもらえます。お揃いや帽子が、あ、本当だ。もう48件もあると誰がどこにあるのかっていうのが分かりにくいんですけども、下の地図を使って見ていただけると、それ僕の家ですね。外観だけはなんとか和風を、にしたんですけども、まだまだ途中ですね。
中身はあんまり伴ってないです。ちょっと恥ずかしい雑多な感じになってしまった。そうです。特にトイレを作ってなんか、はい、あの骸骨の着物の前になんて骸骨なんか用足してる。今度言う、はい、スタジオ、スタジオ、スタジオ、クイズ番号ですか。すごいクイズ問題。展示場の中の家具を調べるとその家具の名前が分かるようになってます。うわ、あ、すごい、デッサン教室だ。マイデザインで、マイデザインですかね。これマイデザインで自分で書いたんですね。お、上手ですね。これはリンゴ置いてあるしちゃんと見本が。なるほど、こういうなんかシチュエーションを部屋の中に再現するっていうのも面白いですね。僕の中にはない発想でしたね。ごめんなさい、夢番地が、そう、夢番地入ってるね、うん、この夢番地っていうのがあると、このすれ違った人のモデルハウスだけじゃなくて後で村を見に行くこともできるんです。こういうのを部屋とか見ると村全体も気になるからね、うん、見に行きたいね。そうですね、うん、地下も気になります。地下も見たいですね。地下もある。地下もトイレだった。超多いか。そういうことだ。もう笑わせてくれるな。さっきあの見た夢番地でちょっとせっかくなんでそういったここですれ違った人の村を見に行ったりもしてみたいですね、うん、じゃああれだ、夢番地というか夢番地を使う場所は、はい、夢見の館、うん、これが夢見の館ですね。これも公共事業でオープンさせる新しい施設になってます。インターネットを使える環境で遊んでいるとリクエストというか公共事業として建てませんかっていう話が発生します、うん、でここは全然知らない人の村を見に行くことができる場所で、自分の村を全然知らない人に見てもらうことができる場所っていうことなんだよね、うん、そうなんですよ。全然あれだよね、全然知らない人だもんね。すれ違ってたまたま住宅展示場にあった家を見て興味があってどんな村かなっていうのを見に行けるっていう、これが夢の中です。お、夢の世界へようこそ。まあね、知らない人の村だからね、見て回ることしかできないけど、夢なんでこう何してもいい、何してもいいんでその結果がセーブされたりはしないから、そうですね、はい、見せ何されても平気。あまりひどいことはしてほしくないけど、そうですね大事にしてる村なんでね、はい、見てすごいなって思って帰ってもらえたらそれでいいかなって思うんで、ね、まあ、問いつつ斧がひどいやるできるんですけど綺麗に並べてある看板が置いてあるので顔出し看板をこうやってデザインして来てくれた人の記念写真ができるようにしてある配慮が素敵だね。そうですね花とか木とかがすごい綺麗に並べてある、うん、すごい、バラがバラがそのになってますね。あ、おいしい、おいしいチェリー、チェリーだ。うわ、すごい、これは欲しい、めちゃめちゃお金になりますね大満足ですね、見るだけでも。これどれぐらいかかってんだろう相当かかってますよ、これは。これだって綺麗に木を並び替えるだけでも斧で切って、うん、花の時計が、わーすごい、これ奥役場ですよね。あ、役場も改築してますね。わー、その後ろは竹林だすごい、すごい。こんにちは、サウンドディレクターの戸高です。
飛び出せ動物の森でもサウンド全般を監修しました。ここではゲーム中のいろいろなサウンドを映像と一緒に紹介します。早朝ですね。今回はその空気感も、大切にしたいなという話を、サウンド以外のスタッフとも、話してまして、例えばこの早朝の光の感じと、相まって朝の感じ、いい雰囲気が出せたらなという、ところで音楽を考えてあります。朝のすがすがしい雰囲気が伝わればなと思います。朝、本格的に一日が始まった感じですね。一日の日課みたいな。これはお花にね、水あげるとね、水がしこしたたるんですよ。はい、お昼、もう一日も、真ん中過ぎました。まったりした一日を過ごしているようです。餌取られましたけど全然平気、のどかですね。夕方です。空の色も、変わってきました。ちょっとご覧になってもらえますかね。あ、電車通った、ディーゼル電車なんですけど、なんとなくノスタルジックな気持ちさせますね。夕方もこれ、光との光の表現と相まって、夕方ならではの雰囲気を出したいなと思って、サウンドの方も、考えていました。はい、空はまだ紫色、日は落ちきってないですけど、暗い夜の気配がもう間近に迫ってます。はい、夜中の3時です。だいぶもう村は寝静まっている時間帯ですかね。24時間、それぞれに、味わいを変えて、音楽を作ってあります。プレイするスタイルや、プレイする時間に応じて、その場の雰囲気を、味わって楽しんでもらえたらなと思っています。今回もですね、土曜の夜は、トタケケのライブが行われるんですけども、商店街のクラブ師匠で、行われます。みんな集まってきてますね。では、新曲を皆さんに聴いていただきましょう。師匠踊ってますね。歌い方がアイドルっぽいでしょ。みんなにもね、早く楽しんでもらえたらなと思ってるんですけども、そしてそしてですね、トタケケついに DJ デビューです。DJ ケケとして、土曜日以外の、日に DJ プレイしてます。同じく、クラブ師匠でやってます。みんな集まってください。一日おきにアレンジが変わるんですけども、これはハウスナイト
ハウスでノリノリです。で、これはファミコンナイトですね。みんなもノリノリです楽しそう。こうやって、ノリノリで楽しんでもらえるんですよ。ぜひ遊びに行ってください。ライブを楽しんでもらって、トタケケにもらったミュージックは、自分の部屋のオーディオ家具で楽しむこともできます。今回はですね、新曲をたくさん用意してますので、ぜひ、自分のお気に入りを見つけてもらって楽しんでもらえたらなと思ってます。では4人に集まってもらったので、これから一緒に島に行ってみたいと思います。はい、じゃあちょっと島に、はい、まずは船着き場ですね。じゃあ皆さん着きましたか？はい、船着き場に着いたんで、壁の船で島に行きたいと思います。今回カッペイはまた船頭さんに戻りましたね。そうですね、毎回毎回乗り物が変わるんですけどもうちょっとボートがエンジン付きになってる、はい、現代的な。相変わらずカッペの歌やなこれ、はい、新曲なんですけど、みんなで行った場合の男女差とかで、ね、とかあるんですけど、体重のことはもう言わんといてくれここがこの島、常夏の島、はい、はい、でここで初めて素潜りをするためのマリンスーツというのを手に入れることになると思います。このマリンスーツをつけるとこうやって海に入ることができます。でこう泳いでちょっと何か海の幸を探してみます海で泳いでいると川や海にいる魚の影、魚影みたいな感じで時々海の底の方に影が見えることがありまして、なんか泡が見えました。あ、いました、ここにこの丸い影が。そうです、あ、すごい動きの素早いやつとか。そうなんですよ、生き物によってね動きを変えてありますんで。こういう季節が冬の時でもこう夏の虫とか魚が取れるので年中楽しめますね。このロビーがまた見どころ満載というか、はい、でここではこの島でしか買えないようなグッズも売ってたり、買うというか、これは買うんじゃないんだよね、はい、実は、はい、ツアーといって島から出発できるミニゲームに参加すると、その参加賞というか成績に応じてメダルというのをもらえるんですね。でそのメダルを集めてこのお土産屋さんで、メダルとお土産を交換して持って帰るというような仕組みになってます。ツアーは島に来てるみんなでこう基本協力して遊ぶ。そうですね、対戦というよりは協力して遊ぶゲームがメインになってます。カウンターで申し込みができます。今回はまあ島ならではの遊びの一つの抜け出せ南国のラビリンスツアー申し込んでみたいと思います。これはなんか迷路の中でフルーツを探すっていうミニゲーム、はい、ツアーだよね。ことぶきが、元村長のことぶきが今ここにツアーガイドをしてます、ね、村長さん引退してこんなところで余生を送ってたとは、はい、こっちの方が楽しそうです。
僕はレモンですね。ドリアンを5個集めなきゃなんないと。私マンゴーを5個、アリポンドを5個。ドリアン5個か。よっしゃ、レモン5個。あれなんだっけ、マンゴー。ドリアン、ドリアン。ハイビスカスが生け垣のようになってて、それで迷路になってるんですね。あれ、京子さん柿？柿、柿。ドリアン。柿いる？ドリアン。取ってどこにある？柿ね。うん。説明できへんのかい。レモン。あれ。マンゴー結構あちこちあるよ。そう。上の方ですか？宮下の方。左のね、上の方にもあったよ。あら。何回来てもこう迷うんだよな、ほんと。右側マンゴーを今素通りした。あ、ちょっとマンゴーどこですか。マンゴー今俺がいたとこだよ。わかんない、どこどこ取った気がする。早い、よし、やばい、終わります。え、もう書き取りました。早ければ早いほど。そうなんですよ、メダルがたくさんもらえるんですけども、あと1個だ。でも全員、この場合全員クリアしないと。そうだよね、全員クリアしないと。ならないと。やばい、マンゴー、もうマンゴー、私のマンゴー誰か見つけたら取ってくる。マジ、いや拾っとくよ。小坂さん、マンゴーあるよ、レモン。それなんか広場まで持ってきてください。広場に、じゃあ、ちょっとレモンも、レモンとマンゴー1個ずつ。小坂さん、ドリアン拾った。ドリアン拾った、拾った。ちょっと広場、広場に戻らなきゃいけない。戻れない。とりあえず、マンゴーとレモン1個ずつは。置いた、置いた。そのマンゴーあった、やった、私揃った。待って、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 あれ？あとはまだ全て集めてない仲間を助けるのじゃって言われた。ちょっとこの時こっち。はい、はい、はい、はい。やったー、クリアした。よかった。よかった。こっちとか言われてもわかんないですけどね。こっちみたいな。お、でも予想を超える速さでやった。成績意外と普段よりたくさんメダルを。やった、6枚ももらえた。なんかじゃあもう一ツアー行ってメダルを。ハンマーで遊ぼうツアー。ハンマーですね。ハンマーですね。空振り。だだだだ。ああ、向こう行った、向こう行った。みんなで。今回の動物の森ダイレクトでご紹介する内容はここまでになります。では最後に、今日ご協力いただいたスタッフの皆さんからご覧になっている皆さんにおすすめのポイントを一言ずつお願いします。今回の飛び出せ動物の森は紹介のプレイを見ていただいて感じていただけたんじゃないかと思うんですけども、その家の外観を変えたりですとか、その村長として公共事業でその村全体をいろいろアレンジしたりですとか、またそうやって作った村を住宅展示場でそのモデルハウスとして家を見てもらったり、その夢見の館で村全体をなんか見ていただいたりとか、まあ、そういう風な感じでその一人で遊ぶのでもそのみんなでこう共有するのでもその前作まで以上にいろいろ広がってその奥深い村づくりを楽しんでいただけるような内容にの仕上がっていると思いますので、また過去作のファンの皆さんも今回初めて体験する皆さんもなんか新鮮な気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、今回のダイレクトの中で紹介させていただいた島から遊びに行くツアー、今回は2種類しか紹介できなかったんですけども、他にもたくさんのツアーを用意して、ことぶきが島でお待ちしてますので、一人でも友達と一緒でも、またゲームを進めていて知らない人とも遊んでいただくと、また一味違った楽しみ方ができると思いますので、ぜひ島のツアーにも遊びに行ってください。ありがとうございました。先ほどの映像の中ではちょっと出てこなかったんですけれども、新しい性格の動物というのが男の子が1人1性格、女の子が1性格さらに追加されているので、またその新しい性格の子が村に遊びに来たらその子との会話も楽しんでいただけたらと思います。他にも、今までの子たちもいろいろ新しいことにチャレンジしているので、村の動物たちとさらなる、親睦を深めてください。以上です。今回の飛び出せ動物の森は
これまでの動物の森シリーズの中でも集大成と言えるぐらい内容の濃いものに仕上がったと思っています。なので、動物の森ファンの皆さんも新しく触ってみようかなと思う皆さんもぜひ楽しみにしてほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。過去の動物の森シリーズとの違い、そして本作の魅力やこだわりをより深くご理解いただけたのではないかと思います。本作はパッケージ版とダウンロード版2種類の発売になりますが、どちらも内容は全く同じです。動物の森は毎日少しずつお楽しみいただけるゲームなので、ゲームカードを持ち歩く必要のないダウンロード版と特に相性が良いと思います。また先日のちょっとダイレクトでもお伝えいたしましたが、このダウンロード版があらかじめ書き込まれた状態で発売する任天堂 3DS LL 飛び出せ動物の森パックもソフトと同時に発売します。動物の森の特別なデザインの本体に飛び出せ動物の森のダウンロード版があらかじめ書き込まれた状態で発売しますので、このパックをご購入後、すぐに遊んでいただくことができます。また、本日から動物の森公式 Twitter を始めます。新しい登場キャラクターやアイテムの情報など、皆さんにお伝えしきれなかったことをここでお伝えしていく予定ですので、シリーズファンの皆さんはぜひフォローしてください。今回のプレゼンテーションは以上です。最後までご覧いただいてありがとうございました。